ちゃくちゃ暑い。ちょっとメニュー頼まなくちゃいけない。3月10日までに食いに行った方がお得説あるかな。こんな無職が使っていいクーポンありでもその可能性あるからね。チーズバーガー1180円、300円安い。あー買っちゃうかな。あ、ダメだ、コーラない、コーラ買ってこないと。いや、ダメだ、とりあえずまだご飯あるから納豆ご飯食おう。なんかね、酢を入れた方がいいみたいな。酢は体にいいことしかないんだみたいな、体のこと気使った方がいいですよみたいな。いや、気使ってるやん。一人暮らしで俺以上に体に気使った食事してるやついねえだろ。これ以上に酢使うってどんだけ健康になっちゃうんだよ。何でも酢、これ、はい、白身を落として、いや本当にパチンコやんないと平和すぎるわ。これでご飯と白身をね一体化させていくと。やばい、もう海苔ラストですね。うまそうですね。やばい、もうきらめいてない。いただきます。うわーやばい、こんなさ変な薬とか使うよりよっぽど決まるからね。納豆ご飯だけじゃダメだから、これがないとダメ。こんなうまいのに、しかも体にすっげえいいっていうね。二重で気持ちいい。ちょっともう時短でコンビニで買っちゃいましたけど、125円もしたの。えぐすぎでしょ。で、届きましたね。ガチハンバーガーね。これもうまいんだよね。ポテチ。マスター出ました、出ました。あ、懐かしい俺。もう二ついるよ。はい、ガチハンバーガー。出ました。これ、昔俺メニューのクーポン500枚ぐらいあった時に、ね、頼みまくってたよ、ここ。えい。いただきます。普通に。ああ。うん、うん、ここマジでね、トランプが日本に来た時にここのバーガー食べたっていうので有名になった。うえい、えぐくね、ガチ肉。いただきます。やば、ガチの海外のバーガーでしょ。やべ、
あー久しぶりにハンバーグ食ったわ。これやばくない？ガチで肉だから、だから変なもん使ってない肉だから、もうこのぐらい生でもねめちゃくちゃうまい。やばいね。この前もらったメニュークーポン2500円2枚スーパー限定のやつ、ちょっとそれも頼んでみようかな。はい、2500円引きで。いやでも高えな。3684円。え、高くね。え、だってソーセージ500円ぐらいでしょ、300円ぐらいだし、800円、バターチーズすりごまね、ピザ800円ぐらい、チップス200円ぐらい、3500、まあ、ちょっと安いのかな。ちょうどぐらい。買わない方がいい。うん。わざわざ買わない方がいい。2500円引きだったとしても、貧乏人にはきつい。そんなにメリットなし。買いません。またいつも作っていくんですけどね。こうねえじゃんっつってな、言うて、こうねえじゃん言うて、あ、こうないこれって多いんだ。ただ私はいただいておりますよ。どうやってと、全然ダメじゃん。コーンを耕してるみたいな。お、あ、取れた。めっちゃ綺麗に取れた。こうだ。これをぶち込んで。カレーピリ辛カレー風、炭酸がねえと始まんねえだろ。でちょっとここに残ったコーラがあるので、ちょっと久しぶりにコークハイ作ります。あんま俺コークハイ飲まないんだけど、甘いのそんな好きじゃないから。はいっす。あ、うまいね。なんか懐かしいコークハイ。うまい。なんか夏って感じだな。ジャーマンポテトね。でもなんか今日は食べ過ぎてる。やっぱ3食は食べ過ぎだわ。納豆ご飯、ハンバーグ。別に夜これとビール、酒だけでいいんだろう。ジャーマンポテト作るか。ニンニク混ぜる。芽が出来上がってきてる。いや、芽がやばいと思う。いや、このニンニク大丈夫？ 1 ヶ月前ぐらい買ったやつじゃん。やばい。このニンニク、あ、やばいな、ニンニク。このニンニクやばいかな。なんかやばそう。やめとこう。だってこれもやばくね？やべ、普通のに、やべ。あ、これは大丈夫。ニンニクに賞味期限なし。我がニンニクに一分の賞味期限もなし。よし。これも、はい。3週間前ぐらいに切ったあれ。あれです。めちゃくちゃ出てきちゃってます、じゃがいも。どんだけ生えてきたんだよ。半分。危ない。半分。
これもはい、よいしょ。マジか。あ、これはいける。あ、これもいける。バギーぶち込み、で、ここにこいつをね、で、一緒にコンソメもね、ガッチガチのコンソメぶち込み、ガッチガチだから、マジで全然あと一生後悔する。で、ここで混ぜ込んでいきます。フラッペダル、それでこう全体的にね、で最後ここに軽くジャーマンポテチ。めっちゃうまそう。いやこれからだ、こいつから。ほら、芋の歯ごたえがやばい、イコール火が通ってない。あ、これだよ。火通ってねえな、でもな。650円並み。うん、これも仕上がってるでしょう。今日も現金減ってないから勝ちだね。